こんにちは、ゆるまりさぽです。今日はルヴァンカップ準決勝の第2戦、アウェイで名古屋グランパスと対戦です。第1戦は3対1という結果で、追いかける形でのスタートとなりました。まだ希望はある。チームを信じて応援します。名古屋といえばモーニング。事前調査で行きたいお店があるので向かいます。お目当てのお店、2時間待ちで入れませんでした。なんとか見つけたカフェでモーニングをいただきます。モーニングセット500円、お得感がすごい。朝食もいただいたので少し観光をしましょう。料金は1300円です。ここはもともとテレビ塔だったそうです。見晴らしがとってもいいです。コラボ開催中みたいで、推し活してる人がたくさんいました。ラウンジに登るとより見晴らしがいいです。座るところも多いのでのんびりできるいいタワーでした。昼ご飯を食べに来ました。最高の定食、味噌大根も最高に美味しいのでおすすめです。名古屋で食べるヤバトンが一番美味しいです。そろそろスタジアムに向かいましょう。栄駅から1時間くらいで着きました。早速入場します。グランパスとのベビーカステラが気になる。早速食べてみましょう。ほんのり甘さのあるふわふわカステラでした。
岐阜県多治見市の亀山彩香さん、そして豊岡市の井平成さんに、帰りましょう。来年こそ。今日は落ち込むだけ落ち込んで、気持ちを切り替えてリーグ戦天皇杯 SLE を頑張りましょう。最後に味噌煮込みうどんも食べたいと思います。よかったら動画の評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。